キャノンキャノンのカメラ製品一覧、キャノンパワーショットシリーズキャノンパワーショット A590 パワーショットシリーズはキャノンが発売しているデジタルカメラのシリーズであるパワーショット600キャノンがデジタルカメラ事業に参入した初期に発売されたモデルパワーショット A530 安価で必要十分な機能を持たせたエントリーシリーズ北米市場ではこれらに加え 日本で有育士デジタルシリーズのうち、コンパクトフラッシュを使用するものもシリーズに加えられている。S シリーズは2桁3桁モデルと1桁モデルでは、性格が異なる。2桁3桁モデルコンパクト機の中上位機種。2桁モデルは番号が溢れたため、3桁に移行している。1桁モデル勾配率ズーム機で現在は、SX シリーズの2桁3桁モデルが、 後継一部機種を除き EOS シリーズのスピードライトが使用でき、また操作体系も EOS に準じているため EOS のサブ機としても使われることが多い。専用のコンバージョンレンズがオプションで用意されている。プロシリーズがラインナップから外れているためカタログ上では実質的にフラッグシップモデルとして位置づけられている。 G7 から G10 と G15 と G9X を除きバリアングルモニターを搭載する。なお、パワーショット G4、G8、G13、G14 は、欠番である。このうち4.13は意味番号であるためと思われる。基本モデル X モデルマイナスセンサーサイズを、大型化した上位モデル高倍率ズームレンズ搭載の、シリーズ。 一桁モデル二桁モデル超高倍率のズームが特徴100番台モデル SX160、伊豆までは乾電池日本駆動に対応。200番台モデル本体のコンパクトさが特徴400番台モデル500番台モデルの、島まいき500番台モデル二桁モデルの小型軽量化版のような存在600番台モデル。 コンパクトモデル700番台モデル、高倍率ズーム搭載コンパクトモデルアウトドアでの、使用を考慮し、防水や対衝撃に特化したモデル。ありがとうございます。